の試合はタイトルマッチのため、会見の前に調印式も合わせて行います。明日の名古屋対東京5対5マッチ大将戦、そしてクラッシュアンダー55キログラム級タイトルマッチとして、行います。まずは挑戦者トライハードジムタイガ選手の登場です。そしてチャンピオン、今回が2度目の防衛戦となります KSS 県政官滝谷翔太選手の登場です。はい、それでは、明日の試合、55キログラム級のタイトルマッチということで、こちらの対戦誓約書に、両選手署名をいただきたいと思います。それでは初めに挑戦者のタイガ選手からお願いします。それでは、両選手署名いただきましたので、明日の試合、計量も、一発でクリアしております。明日の試合をクラッシュアンダー55キログラム級のタイトルマッチとして行います。ではここで、両選手、計量クリア、対戦誓約書にもサインをいただきました。現在のお気持ちから、挑戦者タイガ選手からお願いします。そうです、今回試合が決まってからすごい長くて、そうですね、今日までやっと来たかっていう感じです。はい、ありがとうございます。それでは2度目の防衛戦となります、チャンピオン滝谷選手お願いします。おっ、計量が終わってとりあえずホッとしてるんですけど、今回計量以上にすごく楽しみにしていたことがあります。それはこの新調したスーツを着れることです。今まで黒だったんですけど、今回からこの色にしてとても今はいい気分です。白いチームも決まってます。ありがとうございます。それでは、両選手に、ご質問の方をぜひお願いいたします。では最初に開催での、印象をお聞かせくださいますか。はい、それではタイガ選手から、チャンピオン滝谷選手への印象をお聞かせください。そうですね、自分は背の高い選手とばっかやってきたんですけど、今回は自分よりちっちゃくて、まあ、それとサウスポーでそんぐらいです。それではチャンピオン滝谷選手、挑戦者タイガ選手の印象をお聞かせください。おし、タイガ選手はやはり若手の中の若手っていう感じで、もう勢いのある選手ですね。またサウスポーで、自分もあまりサウスポーでやり慣れてないので、楽しみです。おし、はい、両選手ともに今回は、サウスポー同士のタイトルマッチとなります。そしてタイガ選手は現在18歳かな、はい、高校3年生です。それでは続いて、ご質問の方をお願いいたします。タイガ選手の質問ですけども、今回の初めてネットがかかった、試合に臨むということで、今までの心境は違いますか。はい、まあ別に今までと一緒ですね。はい、
特に変わりはないですか。はい、はい。それでは続いて、ご質問の方お願いします。逆にあの竹谷選手は今回あの2度目の防衛戦になりますけども、まあ、防衛戦2度目の心境というのはどんな心境ですか。はい、今回2度目の防衛戦となります防衛戦に臨む、心境を、はい、1月にそうですね、第2回王座に返り咲いて5月に初防衛を果たして、今回早くも2度目の防衛戦となります。いかがでしょうか。常に負けられない戦いなので、今回が特別あのタイトルマッチだからっていう思いはないです。毎回毎回しっかり気持ち作って試合に臨んでます。ありがとうございます。竹谷選手は、一昨年のですね、第1回の名古屋大会では名イベントで、匠選手を相手に判定勝利で、タイトル防衛に成功して、昨年は、王座決定戦の出場権をかけた試合で戸辺龍馬選手と戦って、また判定勝利を飾って名古屋大会では2連勝で3年連続の出場となります。一方、タイガー選手は今回クラッシュ名古屋大会は初参戦となります。はい、続いて、ご質問の方をお願いいたします。今日の両選手の話ですけども、まあ、ビルトがかかった試合ということで、クラッシュのビルトっていうものに対する思い入れとか、特別な気持ちとか、感情はありますか。はい、これはじゃあ挑戦者、タイガー選手からお願いします。自分はクラッシュでデビューしてずっと55キロでやってきて、まあ、その体もどんどんでかくなってきてるんで、55キロでずっとやるっていう、気持ちはないんですけど、やっぱり55キロでデビューしたからには、このベルトは絶対取んなきゃ、取んないと階級を上げれないと思ってるんで、そうですね、取らないといけないものだと思ってます。ありがとうございます。それでは竹谷選手、初代を取って、一旦返上があったんですけども、第2代王者に、返り咲いております。ベルトへの思いをお聞かせください。このベルトは誰にも渡す気はないし、絶対に僕のベルトなので、誰が挑戦者であろうと守りきってこのベルトを、この先もずっと竹谷翔太のベルトとしていきたいです。ありがとうございます。これについて、ご質問いかがでしょうか。あの明日はどんな試合をして最後自分が勝っていたいチャンピオンになっていたいと思いますか。はい、明日はどんな、試合をして、自分の勝利のイメージだったりその辺を平田選手からお願いします。それたまたま当てて倒れたりするんじゃなくて、自分の方が絶対強いというのが誰が見ても分かるような試合ができると思います。はい、それではチャンピオン竹谷選手お願いします。ここ最近 KO から遠ざかっているので、この地元名古屋大会で大爆発させて、ここからさらに竹谷翔太の道を続けていきたいと思います。明日は全力で戦って KO できるように頑張ります。ありがとうございます。それでは最後のよろしいでしょうか。はい、それでは、明日、会場にお越しいただくファンの皆さんにメッセージを竹谷選手からお願いします。そうですね、自分は竹谷選手は今日本で一番だと思ってるんで、まあ、自分は高校生だけど、なめんじゃねえよっていう、本気でやればここまでできんだよっていうのを見せようと思ってます。よろしくお願いします。はい、8戦8勝無敗で、初のタイトル挑戦となる竹谷選手でした。それでは、チャンピオン竹谷選手お願いします。しっかり気を引き締めていきたいと思います。地元の名古屋なので、名古屋に竹谷ありというふうに言ってもらえるように、やっぱり、3年連続出てますので、名古屋大会は竹谷が出ないと盛り上がらないって言ってもらえるような試合をしたいと思います。最高の試合をして名古屋大会締めくくりたいと思います。ありがとうございます。明日の御殿町大将戦、そして、クラッシュアンダー55キログラム級タイトルマッチとして行われる竹谷翔太対タイガの試合、どうぞご期待ください。それでは両選手、地方で写真撮影にご協力ください。
はい、それではですね、最後、名ベルトなので、両選手の、最後に、クラッシュガールのお二人を、ご覧ください。で、皆さんもうちょっと寄ってもらってよろしいでしょうか。滝谷選手、最後です。はい、お願いします。ありがとうございます。明日のメイベント、タイトルマッチに出場します滝谷翔太選手、大河選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。